ったんだけど、清楚なメアです。そう、誕生日も近いの。メアの誕生日は6月14日の無意志の日です。自分で定めました。誕生日配信でさっき言ってたお知らせを発表できたらよかったんだけど、6月末になりそうだから、ちょっと待っててください。じゃあ反対もしましょうか。ちょっとでも反対する前にちょっとウキウキさせて。制限が、また憎き年齢制限が消えたね。1週間くらいか、2日くらい残して消滅します。なかなか斬新な配信ですね。耳かきしながら。
随心です。サメ。ごめん。ローマ字読めないかも、これ。はい、スタディーン。I wanna understand Chinese. の中甘くなってきた。一旦アメバイバイ。そうそうそう、何も説明なく上の方に可愛いイラスト載ってるんだけど、メアのファンクラブに明日まで、明日っていうかもう今日までなんだけど、音声作品があったり、無料の耳なめボイスあるから、欲しい方は見てみてね。
丈夫で、吐息、しのかの、舐めてって言われるんだけど、吐息をしながら舐めると、YouTube さんが多分、年齢制限が、ついちゃうかな。